まあ、ほとんどの人は文章が読めなくて感情で物事を判断するんで、なんだろうな、いわゆるなんか特に日本のベンチャー企業家とかってとはちょっと違うんですよね、うん、あバカ多いしマジで話できないんですよ、うん、半分以上は、うん、半分どころじゃねえな、ほんとバカ多いから、だからなんかそういうのとまたちょっと違うと思うんですよ、うんうんうん、違うと思いますよ、うん、だからこそ僕は日本から世界的な企業家になれる人って数少ないから、日本から世界的な企業家になることに意味を感じない、うんうん、まあそうですね、堀江さんとしてはそうかもしれない、うんうん、ただ国としてあるいはその、うん、っていうのもあんま関係ない、うん、そうなんだけど、うんうんうん、ただいろんなこう歴史的に言うとやっぱりその使命感を持って、うんうん、でもう一回じゃあ、まあ、国とかがもう興味ないんだと思うんですけど、でもそういうのってあると思っていて、うんうん、で、まあ、堀江さん自身はちょっと置いといて、でも、まあ、日本だったり、ね、アジアだったりっていう中で、うん、そういう立ち位置にいますよって、全然関係ないんですよ、あ、まあ、そうなんだけど、うん、そう、あ、そうなんですけど、そのなんていうか、ね、エコシステムとしては確かに、ね、堀江さんが使命感を持って世界のトップになってほしいなっていう期待はありますよっていうの伝えたんです、うん、でもそれはどうでもいいんですけど、あ、まあ、そうなんですけど俺たちは歴史上の人物も含めたロールモデルとかないですよね、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 ないんですよ、うん、困ったことに、いやいやいや、別になくてもいいと思うんですけど、うん、そこですよね、ロールモデルないから面倒くさいですよ、ね、そこは、うん、作らなきゃいけないから、いやだから全然その話が合わないんですよね、うん、誰と話してる時が一番楽しいんですか、逆に言うと一番ってことはないんだけど、はい、まあ、何人かそういう定期的に会ってる人たちとかは楽しいですよね、三本さんとかとか、三本会、キャッシュの前田会、あ、前田裕二さん、稲川会とか、あ、いろいろあるんですけど、あ、この間たまたま勢ぞろいしましたけどね、へえ、そっか、秋元康さんとかね、あ、もう本当本当数えるほどしかいないですよね、日本でも。そうした方々に共通することって何なんですかね、うん、頭がいい、頭がいいってことですね、うん、あ、いや頭がいいっていうか、うん、普通に話があって、うん、特にストレスがないですよね、うん、なんかわけわかんないこと言わないから、うん、あのでもテレビとか出てると本当わけわかんないこと言う、うん、もうテレビは本当出るのやめようと思って、うん、僕テレビではヒール扱いなんで、うん、マイノリティなんで、うん、でマイノリティをヒールにしたがるんで、うん、テレビって、うんうん、だからもう本当 4G のさっきの YouTube の話じゃないですけど、それで、あ、俺も全部 YouTube でニュース解説した方が絶対いいなと思って、うん、イメージも良くなるなと思って、うん、完全にそっちにシフトしました、うん、もうサンデージャポンとかでは俺なんかわけわかんない意見を言うおじさん扱いなんで、うん、めっちゃくちゃ いる意味ねえなここにっていうって思ってるんですよ最近、うん、だからなんかその小学校の時のクラスをすごい思い出しましたよ、うん、俺なんか間違ったこと言ってるつもりないんだけどなみたいな、うん、合わせた方がいいのかなこの人たちの権利っていう、うん、全く非論理的なんだけど、うんうん、ほとんどの人は文章が読めなくて感情で物事を判断するんで、久留米敷設に行った後は快適だったんですよね、そうでもなかった、あ、そうでもないですか、で頭いい人が多いじゃないですか、いや頭良くないの、あ、良くないですか、勉強ができるだけ、あ、勉強、あ、とか勉強ができると頭がいい、頭は良くないのよ、あ、そこ別か、東大もしたら話してて面白くないんですよ、あ、そこか、うん、あの違うんですよそれは、勉強ができることと頭がいいことはまた別なんで、確かに先ほど挙げた方の共通点ってストリートスマートですね皆さん、うん、で勉強ができて頭がいいっていう、だから芸能人の人とかほとんど仲良くなれないですもん、うん、あ、そうですか、うんうん、なんかすぐビーガンとかもうなんかグルテンフリーとか、うん、血液クレンジングとか、うん、ヒアルロン酸とかグルコサミンとかいっちゃうんで、うん、だいたい数珠つけてるし、うんジュースクレンジングとかやっちゃったりするし、まあでもその世の中はそういう感情で動いてるよね、だからそこに対して共感を得るためにはさっきの Me, We, Now 戦略を取ると売れるよねっていう理論は分かります、ただそれで自分にストレスをかけたくないっていう話、ストレスかかんないけども、だからその勝手に誰かがやってくれる分には俺はあの俺のなんかライツを上げるから勝手にやってみたいな、俺はそこにコストかける気ないけど、うんうん、っていう感じですかね、うん、なんか感じ的に言うと、うん、イメージ戦略っていうか、うん、なんかふわふわしてるじゃないですか、うん、ふわふわした人たちにふわふわしたいいイメージを植え付けるというか、うん、トランプとかもね今の選挙戦略とかってそういう風にやってるじゃないですか、うんうんうん、
ね、そうだと思います、うんうん、SNS とかうまく利用してね、うん、そうなんか僕はあるチームでもテレビに出ないっていうのは、うん、僕やっぱりそこはね、うん、もうそれなんですよ、うん、本当はテレビでベビーフェイス的な意見を言うキャラクターに前田裕二とかね、うん、そういうのやってますけど、うん、前田裕二すごいよ ね、 ね、前田裕二はすごい、うん、総理になるとか言ってます、ね、いやあいつはすげえ努力してる、うん、で努力してそれをだからなんか GMO の熊谷さんに出るそこは、あうん、GMO の熊谷さん もう自分を取り繕うことに関してめちゃくちゃ努力してるから、うん、取り繕う、ね、だからパーフェクトヒューマンになりたいんですね彼は、あ前田さんも、うん、多分パーフェクトヒューマン、うん、だからパーフェクトヒューマンに誰からも嫌われない素晴らしい人物になることをもう自分に課してるというか、うん、だと思う、うん、経営チームで堀江さんがいて得意なことやってで、まあ、ビジョンとか含めたところをサポートがいてって、なんかその経営チームのイメージって作れればそれでやれるんだと思うんですけど、そこどう思うんですか？だからそこに対して僕はモチベーションもないから、うん、誰かが勝手にやってくれるんだったらいいですけど、うん、俺はそこで誰かをハイヤーしてなんかしたいなっていうふうな、このなんか湧き上がってくるものがないんですよ。でもそれは勝つために必要だと思ってないからですよね。でも勝つために必要だっていうふうに理解できればやりますよね。いや必要じゃないんじゃないですか。いやでもその要は、うん、YouTube でやったらファンばっかり来るからいいものの、でも数は減りますよね、うん、アプローチの。例えばいいんですよそれで。あその実現に対してもうね、うん、結構ね過去 の、 そのベストプラクティスがあるから、うん、そういうことしなくても、うん、できることを知ってるんですよね。で、うん、正直、うん、日本のことあんま考えてないんですよ日本のマーケットに関しては、うん、ただ世界のマーケットのことを考えてるんで、うん、あのそれはちゃんとテーマは選んでますよ、うんうん、例えば和牛とか、うんうん、だから和牛も言った通りになりつつあるんで、うんうんうん、地球人みたいなもんなんですかね、うん、地球人というかそうじゃなくて課題としてね、うんうん、自分が持ってないものって何なんだろうなって考えると、うんうん、まあ要は日本でやったことを世界でやれればいいわけでしょ。そうですよね。要は、うん、で世界でや日本でやって成功したのって球団を買うよ、プロ野球団買うよって言ったのが最初の成功だったわけで、うん、そうですよね、うん、でもさそれはさ、うん、狙ったわけじゃないからね、うん、狙ったわけじゃないっていうかそんなにバカ当たりすると思ってなかったからね。あ、そうなんだ。そりゃそうですよ、うん、結果論ですよ、あれは。あ、なるほど。本当に、うん、当たるとは思ったけど、うん、バカ当たりするとは思わなかった。なるほど。プチ有名になるぐらいだと思うんですよ、うんうん、うちの会社がね、うんうんうん、たらもう死ぬほど有名になった、うん、でそれと同じことを世界で今やろうとされてるわけですね。やれとしてるんじゃなくてもやってるんだけど、うん、そのやってるんですよ、うんうん、それが和牛とロケット、うん、ですよね。で多分うまくいくと、うん、だから別に何かやる必要はないかなっていう、うん、特にそのリソースにお金というか そのリソースに力をかけてるだけで、和牛は世界一になれるんで、うんうん、料理の世界で世界一になると、うん、そのインフルエンサーに会えるんで、うん、それでかいんですよ、うん、国王とか、国家元首クラスに会えるじゃないですか、早いですよね、うん、国家元首が一番早い、うんうんうん、そっか、料理か。やっぱり世界一目指されてるわけですよね。目指してるんじゃなくて、うん、世界一になるんです。